お疲れ様です。今日はナースケさんと一緒に腕を鍛えていきましょう。よろしくお願いします。頑張りましょう。最初はキックバックの動きです。頑張りましょう。上半身を斜めに倒して肘を曲げ伸ばししていきます。脇は締めて行いましょう。立ってる方は同時に膝も柔らかく使いましょうね。しっかり自分の二の腕を意識しましょう。お疲れ様です。次はエアアームカールを行っていきます。二頭筋鍛えますよ。この動きは二頭筋が縮んで伸びるのを感じていきましょう。筋肉の動きをしっかりと意識してください。リズムカルに動かすのがポイントです。次はフレンチプレスです。頑張りましょう。両手を頭の上で組んで肘を曲げ伸ばししていきます。立って行っている方は膝も柔らかく使っていきましょう。しっかり二の腕が伸びているのを感じてくださいね。次は腕の外旋です。しっかりと二頭筋を意識していきますよ。腕が伸びた状態を意識したまま手を回転させていきます。座ってる人は姿勢をキープ、立ってる人は膝でリズムを取っていきましょう。頑張っていきますよ。次はマッスルポーズです。しっかりポージングしていきましょう。腕を曲げてしっかり二頭筋力こぶができるところに意識を持っていきます。自分が鍛えたいところを意識するのが大事ですよ。さあ皆さん一緒にマッスルポーズ。次は壁叩きです。一周目ラストの種目です。頑張りましょう。腕の高さを保ったまま二の腕に力を入れていきます。座ってる人は上体がぶれないように、立ってる人は体全体でリズムを取ります。どんどんきつくなってくるけど、ここが頑張りどころ。さあ2周目です。キックバックから始めましょう。しっかり脇を締めて行っていきますよ。もう夏が近いですから薄着の季節ですね。しっかり二の腕を見せれるような体作りをしていきましょう。次はエアアームカールです。二頭筋を鍛えていきますよ。リズムカルに二頭筋を動かしていくことをぜひ楽しんでいきましょう。二頭筋を収縮させる、そして伸ばす、これを常に意識。さあ後半戦頑張りますよ。次はフレンチプレスです。頑張りましょう。何も持たずにやってもいいですし、500ミリのペットボトルかマリネスのほぐしダンベルボールを使ってもいい刺激になりますよ。皆さん後半頑張っていきましょう。次は腕の外旋です。後半戦頑張っていきましょう。ここまで来ると姿勢のキープがきつくなってくるはず。きついということは効いているということ。効果絶大、素晴らしいトレーニングです。ナイストレーニング。
マッスルポーズです。レッツマッスル。ポーズしたらピタッと止まるようなイメージで動いていきましょう。腕全体に効いてくれますよ。意識することが皆さん大事です。効かせたい部位を意識していきましょう。最後の種目は壁叩きです。ラストスパート頑張りましょう。ラストの種目、三頭筋をガンガン刺激していきます。最後だからこそ楽しんで笑顔でトレーニングしていきましょう。理想の体まであと少し。お疲れ様でした。お疲れ様でございました。腕が結構パンパンですね。お疲れ様でした。ナースケさんの方のチャンネルでも、ショート動画出しておりますので、よかったら見てください。よろしくお願いします。